何のタオル？制服タオル。進撃の巨人にしようか。わーい。こんにちは。こんばんは。はい、ありがとう。ではでは、こんにちは。はい、来て。じゃん。今から弟とクッキングショー。身長高すぎて顔見えてへん。ちょっとかがんでもらっていいですかね。弟です。じゃーん。見る見るる。なんでそっち行く？ここ行ったらいいよ。さあさあさあ、今日を作ろうと思うのがクッキーチュロス。ここはクッキーチュロスです。何作るの？そう、ずっとね、作りたかったっていうか、ずっと食べたかったやつなんですけど、東京の新大久保で食べて美味しかったなと思って、食べたくなって作ろうって思い至りました。合ってるやんな言葉。思い至りました、この行動に。みるるん、弟は今日は助手なのでエプロンをしっかりつけてます。自分から進んでね、エプロンつけようか、エプロン頼まれた方がいいかなとか言ってました。なんか喋りお願いしますって。お願いします。さあさあ、では、はい、手洗った？手洗って。はい、洗った、うん、ほんまに洗った？洗ってた。普通に喋っていい？普通にしていいから、うん、ちょっと YouTube 見ながら作ろうと思うんですけど、では、はい、まずココアクッキーを砕いていただきましょう。弟ね、ムキムキなんですよ。ちょっとガタイいいでしょ、見てください。私と比べて、私も結構ガタイいいんですけど、ほらね、ムキムキ、うん、はい、じゃあどうやって潰すのかわからんけど、粉々にしてください。棒みたいなある？いいよ、手でチョップしたらいいの。棒なんてないの。チョップしてます。ちょっとこぼしたらあかんね。ちゃんと、あ、待って待って、はい、これやってで、次にでね、これ、このクッキーの間に挟まってたクリームは後から使いますので置いときます。破れるって書いてある。破れて、破れんよ、大丈夫。いらないいらない、チョップでいいよ、チョップ。あ、チョップじゃない方がいい。あれ、あ、ほんまや、知らんかった。ほんまや、ね、こういうことやな。当てる？わからん。これ当てますか、これで。どうやって潰すかわからん。チョップと一緒じゃない？これ合ってますか？弟くんちょっと変わらないかいって。無理、私の弟です。ああ、置こうとしたらいいや。わかったわかった。破れ、あの、ジャムおじさんみたいにパンこねるみたいな。で、次何したらいいの？分けて、叩いて、あ、そして、じゃん。これね、本当は強力粉でやらないとダメだったんですけど、スーパーでね、ちょっと強力粉が売ってなくて、やっぱりみんなね、お家でいたらね、みんななんかクッキングしようかな、料理しようかなって同じ考えになるんでしょうね、やっぱり。だから
強力粉が前代わりに薄力小麦粉で作りたいと思います。薄力粉を何て薄力粉です。あ、そうなん、そうなん、そうなん、え、おまかせたの薄力粉マジであ、そうなんや。お、いい感じ。お、めっちゃいい感じ。はい、じゃあ太陽が、あ、弟が見せて弟が見せて。じゃーん、これぐらいになりました。粉々です。で、薄力粉薄力粉をちょっと、なんか粉粉ってフリフリしなあかんやんか、うん、やらんでいいよな、やらないとあかん。あれ、ダマがなくなるってだけやけど。やった方がいい？やりたい？どっち？いや、そう、やりたいならやる多分大丈夫だと思う。なあ、いいよさあ、はい、何グラム？40グラムです。測って、測って測って、測り6を測り、測りっこ。もう一回。いけたいけた。40グラム。見て、弟くん。弟よ、私の可愛い弟よ。まだいける。もうちょい。あ、じゃあし、これ。あ、え、50やったっけ？40。60じゃない。50、え？え？あ、60。60。あとちょっと。もう多分これ。牛乳 150g。 見えへんの？覚えてる？あ、いけた。はい、 150g 入れてください。こぼれそうやな。150g 入れて。いやいや、もっと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 いける、もっといける、もっともっともっと、もっと、あと 5g、 あと1、もうちょっと、いや、もっと入れて。あ、オッケーオッケー、いいいい、わからんわからんね、いきます。バター、牛乳150いきます。バターを、バターを 20g。 20g まだ分からない、そんな。ありがとう。これ1個何グラムとか書いてないかな。200g やから、それ1個で 100g。 え？どういうこと？この1本で 100g やから、20g やから、これの5分の1ぐらいだいたい。5分の1 5分の1 5分の1。
五分の一。測ったです。これぐらい、多分これぐらいだと思うで。いい感じちゃう？多分。これに乗せる。50じゃないよ。27や。うん。いや、バター20g。あ、バター20g か。50g。いいんちゃう？これぐらいで。うん。まあ、バター多めの方が美味しいんじゃん。23g だから大丈夫。牛乳も美味しい。皆さん、見えてますか？50g はえぐい。適当すぎ、やって。適当すぎって言われてんで。私がか。お菓子は分量命を。お菓子分量命やって。ちゃんと守らなきゃじゃん。バターのようなマーガリンやけど大丈夫？あ、いいや。大丈夫。え、私すごかったっけ？はい、じゃあ弱火で炊いてください。あの、ハンドルは？ハンドル、ハンドル、ハンドル、ハンドル。これなんていうか知ってる？え、分からんやろ。つけるやつ。これなんて、これの名前なんですか？ハンドル？ハンドルではないと。なんやろこれ。弟くんの声好きやって。ありがとうございます。ハンドル違うがなやって大丈夫かよって。え、これどうやって使うの？こうか。今日の朝ごはんは取って、お母さんから取ってってきました。取ってそのままやないか。はい、どうぞ。じゃあ、うん、弱火な。弱火、弱火わかる？わかる。で、バターを溶かしていきます。弱火で。はい、溶かしてください。今バターが溶け、これもそのまま手で入れて。うん。コメント読もう。弟が溶かしてる間にお母さんも参加して。お母さんはこっそり見てます。何作るの？お、ココアクッキーチュロスです。チュロスめっちゃ大好きなんです私。あのユニバ行った時とか、4本ぐらい食べるとか、映画館行ったら絶対チュロス食べるし。弱火で、弱火で。これだけで美味しそう。なん、ヘラ溶かしたらあかんって。カップルみたい。カップルです。なんでよけんの？そういうとこが可愛いな。カップルです。あ、ほら見て、お揃い、白黒、白黒カップルね。お揃いちゃうやろ。お揃いちゃうやろって言われた。弟いくつですか？はい、どうぞお答えください。16歳です。16歳です。よっ、若い、かわいい。弟のがしっかりしてるの。おいなあ、私の方がしっかりしてるよな。時にはしっかりしてて、時には弟がしっかりしてなくて、時にはしっかりしてる。意味わかる？4本も食べるのめっちゃ意外。めっちゃ食べますよ私。え、かわいい。弟が作ってるやん。はい、溶けた？いい感じで沸騰するぐらい。 YouTuber さんの見て、
かっちゃんねるさん。で、まだ沸騰はしてないんですけど、鍋が少しシュワシュワするくらい、牛乳が。ここがシュワシュワなるぐらいか。火を消して。手を置いた料理粉とオリオを加え。おお。シュワシュワなるぐらい。もういいんちゃう？いいよな。消して、はい、じゃあいくよ。シュワシュワなるぐらいで。え、もう大丈夫大丈夫。めっちゃいい匂い。匂って。ちょ、匂って匂って近くで。あ、マスクしてるかわからんのか。いい匂い。と、はい。タイタタタタ。いらん。よし。わ、これ美味しそう。これがココアクッキーです。おお。いいですね。混ぜな、混ぜていきます。弟が身長高すぎて顔見えてない。ちょっとかがんで混ぜてみて。テテレテテ、はい、伸びて、はい、もう一回テテレテテ、伸びて、はい、テテレテテ。こうやって付き合ってくれるとこもね、可愛いですよね。何作ってるか知ってる人、あれ知らない、言ったやん。だからココアクッキーチュロスです。そう、ココアチュロス。美味しそうで、ちょっと待って、混ぜていきます。そんなとこどうなる。いや、全部ちょちょかして、混ぜ方がなってないよ。あら、コメント読み、読んであげて。コメント読んでください、美味しそう。何の時間や。うん、それもいいけど、なんか質問とか来てないよ。ニルちゃんの方が休みたいや。おい、今交代したわ。いや、もっと読んで。ちょっとかっだまになってる。ありがとうございます。なんてなんて。マスクしてもかっこいいって。うわー、ブーブー。めっちゃダマになってる。髪の毛結ばないのって来てんで。あ、結んだ方がいいですか。そうっすね。ずっと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 ファンでもいいですか。お願いします。ね、弱火にかけながら。弱火にして。弱火ってどうやってやるの。弱火ってどうやって。あ、はい、はいはいはい、ちょっと混ぜて。混ぜる。たったらエアゴムゲット。やってみて。じゃあやってみて。いやや。やってみて。ドラやってみて。はい。今の真似してちゃんと。せーの。てってれ。ヘアゴムゲット。見てない。全然あかん。はい、ちゃんとゴムします。シーン。仕方ない。いや、交代早いやって。ね、めっちゃダマになってるよな。で、弱火にかけながら練り合わします。ドロッと固まってくるまで混ぜていきます。結構固まってる。なんでこんな、なんかそう固まってくるので、しっかり練り合わせながら手を休めないように。手を休めない、休めない。めっちゃなんか汚く。ちょ、もっちょっともっとさ、難しい。こうやってさ、はい、でまず練り合わせて、ここに卵を加えることも考えて、さっきに比べるとだいぶ固まってきたんですけど、なんか焦げ臭いな。これくらいしっかり固まってきたら、ここから下ろして溶き卵 40g を少しずつ加え練り合わせていきます。なんか焦げ臭いね。多分卵を加えて練り合わせたら、絞り袋に入れる程度まで粗熱を取っていきます。はい、
手を今絞れる頃に入れる程度に粗熱が取れてきたので、固めの口金をつけた絞り袋に合わせた材料を流し入れていきます。はい、絞り袋に流し入れたら大体20センチに切ったクッキングシートの上に棒状に絞っていきます。焦がすなよ。生地を絞り終えたらって言ってる。詳しくないよ。箸を入れるときにゆっくりシュワッと泡立てる程度で粗熱を取って、粗熱を取ります。粗熱を取ってください。じゃーん。これやばくない？じゃーん。どうですか皆さん。どうどうどう、いい感じ。弟くん何年生ですか？高校1年生です。です。はい、こんな感じ。今です。さあさあさあ、粗熱っていうのを取ります。粗熱、粗熱っていうのを取ります。え、ここ2年生だろ。あ、すいません。今年高校2年生。こんにちは。あ、同い年やって。で、身長が全然違うの。ちょっとちっちゃくなってみて。もっともっと。あ、ごめんごめんごめん。はい、よしよし、かわいい。さあ、粗熱が取れるまで冷まします。はい、では今絞り袋に入れる。え、卵いつ入れるの？硬さが出てきたら袋から下ろして、あ、卵入れてください。卵入れてください。卵何個？1個。溶き卵 40g。 40g って何？分かるんじゃない。また？溶き卵って何？だからお菓子作る。溶き卵って白身と黄身はさ、入れんの？あれ、これこうする。あ、溶くだけってこと？いや、卵測ってみる。え、40g で溶かないから。卵測ってみる。じゃあ溶いてからのグラム。お、うまいね、卵割るの。で、先より多くなったじゃん。混ぜる。混ぜて、それで 20g。 これ全部入れていいんちゃう？いや、20g の方がいいと思う。 40g。太陽は、いっぱい来てる。たったら。NMB のメンバーの中で誰推しですかって来てますよ。さあ誰ですか？たったらは。と、なるさ。おっ、元 NMB メンバーね。なるのどこが好き？顔。顔ね、可愛いって言ったもんな、ずっと。会いたいな、また遊びたいな、みんなで。一回お家にも泊まりに来たし、遊んだよな。読もうか。なんて来てる？みるるん、あかりんの動画出してください。あかりん？うん。あかりん、お家行きたいね。動画出してくれる？
卵40測ったって。え、バレた？ちょ、あかんやんバレた？あかんやん。バレましたえ、だってこれで大丈夫？え、でもさ、めっちゃいい感じ。いや、そんなモテてないんですよ。なんて？モテてるでしょって？はい。いいね、こうやってね。なんかこういうことってさ、普段できひんからさ。ね、なんか。コロナが大変やから。こうやってお家にいて楽しく過ごせることを考えて、いつもできないことやるって素敵ですよね。卵全部入れたけどいいよな。いや、よくない。絶対やかん。え、でもめっちゃいい感じ。さっきよりなんか。あ、そうか、これが固まってしまったな。そうやで。しんどい、これ結構。こうやってな、こうやってな。私の方がこうやってやるのうまいわ。こうやって。ちょっと見せよう。あっつー、じゃーん。どうですか？ネイルこねすぎちゃうやってじゃーん。でもいい感じ。これが絞ったらチュロスになりますよ。え、絶対美味しいと思う。え、あ、そっか、あとで砂糖、こう砂糖やるか。これで粗熱を取って冷めるまで待ちます。はい、この間だよ。もう読もう。さあさあ、みるみるみるるんの家が広い。普通やんな甲子園の土やってうまいもう成功だね。あー、あ、韓国のファンの人もカムサハムニダーって、ほら一緒にカムサハムニダー、カムサハムニダー。前もうさ、前髪長い。美男美女やって、あらま、白黒兄弟です。目が似てるかな、やって仲良しでいいなって。え、皆さん兄弟でクッキングとかしないですか？たまにするよな。昔さ、料理とか作ってあげたよな、ああいう弟にな何作ったか覚えてますか？うん、ホットケーキ作ったっけ。何、チャーハン作ったの覚えてる？覚えてない。えぇ、べちょべちょなチャーハン作ったやん。べちょべちょチャーハン、 あの弟だけ美味しい美味しいで食べてくれたんですよ。みんな食べたら、何このべちょべちょしてる。普通ってチャーハンってさら、なんかパサパサパラ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 してるじゃないですか。でも私なんでか作ったらぐっちょぐちょ、なんかねちょねちょになるんですよ。でも弟だけは美味しい美味しいって食べてくれました。あと餃子も作ったやん。餃子、ニンニクとニラめっちゃ入った、食べたら一瞬で口が臭くなる餃子とか作ったな。でも弟は何でも美味しい美味しいって作ったら食べてくれますね。なんて優しいのかしら。さて、朝ごはん今日はあのね、ステーキ食べたんですけど、お家でね。これどれ、どっちが大きいかな。こっちの方が大きいか。食べたんですけど、でなんか私クッキング配信 しようかなって言ったら、お、俺もクッキングしようと思ってたって。もう考えてること一緒やん。キュンキュンキュン。
かわいいかよ。これ何のポーズかしてる？え？知らん？これは？知らん？え？知らんねんって皆さんわかりますよね？え、わかりません？え、わかんない？前髪がボサボサになっちゃった。わかりますか？ミルの弟に恋してそう。どう？恋してる？え、ほんまに？弟がミルに違う。じゃ、弟ミルが弟。違う違う違う。え、どっちやろ今の分。ちょっとちゃんと読むのは。私は弟がミルルに恋してるってことで、うんって言ったから。うんで言うてない。よほんまやん。あ、見せて。あ、かわいいことしてます。見てください、私こんなことしてって言ってないのに。ハート、私に対して。ちょっとうざがられます、うざがられてます。弟出ていきそうです。ほら、ハート、かわいい、かわいいよな。なんか考えてることがな。これどうすんの？初めて使うんだけど。こっちか。で、先にこう穴開けるのが畑で落ちて、ふざけないの。え？これって今。そんな深めっていいの？あの、ふざけなくなったな。さあ、どう？冷めた？熱。お、いい感じ。熱冷めた？多分。片付けます。で、クッキングペーパー。ビラビラン。乗せる。そう、乗せる。ちょうど同じ量ぐらいでここで割った。入らへんかやつ。おお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 合わせた材料を後ろに絞っていく。あ、なるほど。で、あ、これでこれ絞る。こんなんが入れるんだよ。え、そうやって。なるほど。何やってるんでしょ。見えてますか？何やってんって。こん中に入れるんですよ。あ、これ弟の。はい、入れて全部。入るかな。めっちゃ固まってそうやな。うん、すげえ。ちょちょちょ、お父さんといてな。全部そんなドバッて入れてもいい。分けて。こっちから。はい、一応入りましたよ。からの。はい、二丁。二丁。山頂。やんちゃー、残さず入れてよ。はい、ラスト。はい、ありがとうございます。じゃん、もう使わん。うん、あ、こっち入れ。さあさあ、いい感じ、見て、ね、じゃーん。これでドドドドドンと絞っていきましょう。プロテイン、ほら見といてよ、私の絞り出てこないよ。
あ、ちょっとピッて伸ばして共同作業あ、でも形はチュロスっぽい。こんな細いチュロスあるビヨってして、いい、その考えいい、めっちゃいい感じじゃない。あ、どんどん太くなっていってるなめっちゃいい感じ。うまい、チュロスみたい。そう、チュロスみたいな。で、じゃあ3回絞るな。こっち行こう。3回よりもっと垂れるんじゃん。いい感じ、うん、腰が痛い。よし、これであと1回上に重ねたらちょうど。いや、そんなやで。ほんまに、うん、これぐらいでいいと思う。こんななんか平べったいチュロスで、もう一個、はい、絞ってみて、はいよ。おお、お父さんがやります。縦にやったらいいですよ。一緒ぐらいなんかさ。いいよ、いい感じ、まっすぐ行っちゃってる。よし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 。あ、長いって。お、なんか太いな。なんで私こんな開けたんや。で、横ちゃんとくっつけないとあかんで。横とくっつけないと、横とちゃんとくっつけて。お、え、うまいな。なんか今、色的に面白い。はい。で、はい。もう一個。ちゃんと横とくつけて。上げてる時に止めちゃうから。何？ほら、絶対ここ当たる。なんか、私の方がうまいな。はい、もう一個、はい、結構疲れるの。コメント読むか、これやるか、どっち。これやる、これやる頭打ちました。さあさあ、今チュロス絞ってます。あの、生クリーム、ちょーちゃんとして生クリーム絞るやつで絞ってます。普通やったら7本できるね、7本。ちょーちゃんとしてしてる。これでいい。なんで？これこうでしょ。難しい、難しい。こんな絞ってとか息してないから私。
ほう。やろう。うまいやろ。もう一本取っちゃう。やる？三。やる。ほら修正起動した。やっぱこれ二人がかりでしないと無理やな。1,2,3,7本できるから普通。言ったなさっき。え、4本じゃなかったっけ？7本。あ、違う何本じゃ4本。じゃあ重ねていく3個ずつまた。残ったらな。繊維がね。いいね。いいよ。絞っちゃった。よし。うまい。あ、でも一番目がどんどんなんか短くて太くなって。あと1本くらいしかできないと思うんだけど。本当？いやできるできる。見て見てまだまだあるよ。なんか捨てたぞ。アホ丸出し合って。誰がや。ニルルの適当やね。え、何本で日にやったっけ？ 4 本って言ったよな。身長178ぐらい。もうちょっと長く作らなあかんかったんちゃう？もうちょっとあの下につけた巣？はい、持って。もう一個下につけた巣しちゃう？ちょっと太いな。お、いいね、一番長いよ。めっちゃうまいな。うまい。全然違う。でもやっぱパティシエって憧れるよな。一回は。今も憧れてる。あ、じゃあ上につけ足していくか。これも重さいらん。はあ、めっちゃしんどい。読もうかコメント。うん、あ、いいね、なってきてるね、なってきてるね。10本。もう一個あったかな、それ使う。うん、あ、まだまだある、まだまだ。横から出てきた。緊急事態。あ、でも無理や、どうする。何が無理。入れ替えなあかん。入れる、塞ぐ。こんなに出たのに。ちょっと一回切って。なんで。どうしたらいいの。どうしたらいいのこれ。ねえ、ず出てきたの。どうしたらいいか聞いてみよう。出てきたらどうしたらいいですかこれ。え、これ1時間の制限あんねんて。ほんまに？今何分やったよ。あ、まだ大丈夫。で、もう一回消してもう一回やればいい。あ、なるほど。え、無理かなこれ。ここ押さえて無理やな。え、どうするどうする。ガムテープみたいな貼った。やっぱ入れ替える。一回入れ替えよう。こっから全部見てや、これちょ、一回さ、こここうやってやって。はい、あの弟こうやってここお皿持って。破れました。ほらどんどん出てくる。え、面白くない？笑ってるのは私だけ。じゃあ袋を変えましょうね、とりあえず。
から出すんやだってこっちから出やんねんもう全部もうちょい切ったらどうってこの袋使うのかえいい異常事態発生で、さっきのいっぱいある切りましょう。あ、ハサミどこ行った？ハサミは？これを取り出さないと。入れ替えましょう。はい、これ。あ、来た？来てない。来て。どこら辺にいる？来て。こう。チョキッとな。揚げてるとき分離っていうかなんか一本一本に値しちゃうかな。なりそうじゃない？なったらもうスティックとして。え、これ自体にさ砂糖入れんでいいんかな？書いてなかったの？書いてなかったよ。かけるんじゃない後から。うん、そうかけんねんけど。これにだいぶ味ついてると思う、バターと。いい感じ。これが一番いいやん。まだ残ってんのよ。長くする？いや、でも長くしたら形が。じゃあ一本作るか。うん、ちっちゃくして、これと一緒に危ないか。こんぐらい。細いまんまでいいらしいで。あ、え、そうなん？本当に？でもさ、普通のチュロスってさ、太いじゃない？ね。じゃあ、一番長くいくか。ちょっとちょっとちょっと。シュ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 。お、いい感じ。これ一本で使うんです。しんどいですね、チュロス作りって。ふっと上に2本乗せれるんじゃん。ふっと膨らむから、太すぎると巨大になっちゃう適当やん。そうなんや、知らんかった。もうガチで2本乗せる。あ、でもちょうどいいで。
爆発してサーターアンダギーになる。沸騰って書いてある。乾いても大丈夫なの？え、乾いてるこれ。大丈夫でしょ。多分。知らない。ちょっともう手に近い握力がなくて。ちっちゃいの。はい、使い果たしました全部。じゃーん、全部使い果たしました。さあ、上げていきますよ。これが一番楽しい。これで上げますか。長い。油を。まず油を。これが、これ？これね。もういっぱい入れな。うん。てれてれてれ。入るかな？どのぐらい？もうちょっと。なくなっちゃってる。はい、じゃあつけてください。火を。火をどれぐらい？160度にしてください。いきます。160度。これでも沈むぐらいしなあかんじゃん。今のやつ。そうだね。沈まんでたもんこれ。え？沈むやろ。いや。沈む。ほんまに？160度ってどれぐらい？これで測ります。160ある。これ割れへん、これガラスで。割れる。でも160度ないわ。100度までしかない。160度割れんねや、これ無理やん。ってことはめっちゃ熱いってこと。コメント欄優しい。油跳ねは気をつけてね。サイズ大丈夫かな、怖い。配信時間気をつけてね、やって。あ、あと7分やで。あ、どうしよう。今7分やったら1回じゃあ、分ける。今止めてもう1回やる。じゃあ油が160度までいくまで1回切りますね、皆さん。はい、一回切りまーす。じゃあ、ありがとうございます。一回切りますよ。すぐつけますからね。じゃーん、始まりました。すぐにで、なんかね、お箸が泡立つぐらいまでって言ってたよ。これちょっと風をさせて。まだいい？まだお箸が、なんで？お箸入れたら、うん、お箸が泡立つぐらい。お、踊ってる。いいんちゃう？あ、踊ってる、いける。ほんまに？え、踊ってる。じゃあ、入れてください。これからじゃあ、このまま入れて。入れて。怖い。いける？ゆっくり。ね、ちゃんと浮くねんけど。おー、はい、もう一本。ちゃんとこれ、油の重みで。ちっちゃいやつ、これでいい。うん、あ、ついで。おー、これって火止めんのかな。止めへんの。あ、どうやろ、わかんない。160度だって、160度って言って30秒ほど触らずに上げますよ。はい、一緒に数よ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30秒ぐらい経ってんね、多分。27、28、29、30。はい、30秒、裏返して。シート取ります。早くシート取って。私やばい、こけてる。あたどうしようと思う。もう、あ、いけてる。ちょっと上げない、危ない。
上食べてる、上食べてる、これの上食べてるから、こうなってる。おぼ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 、しながら、うん、おいしそう、硬い硬い、え、すげえ、おー、チュロスや、チュロスやな、これもう一本も入れてる、これしてるか、もういい、どう、もういいんちゃう、どう、まだ、いや待って、なんて書いてた、ちょっと言ってよ、なんて書いてた、え、裏返しながら4、5分やって、表面がカリッとしてきたら4、5分経ってないの、30分経った、あと16秒ぐらい、4、5分してからまだ、あ、でもカリッとしてきた、よし、これクッキングペーパーのことやったよ、めっちゃいい感じね、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、 OKいいですね。これ、これやんな、さっきやった。これもいい、いいんちゃう？いく？うん。待って。なんか揚げも、揚げも、器みたいな形。美味しいことやった。いや、それ。これじゃん。え？いく？これじゃあ、春食してみる。ちょっと混ぜてみる。新聞紙敷いた方がいいんちゃう？うん。いいよ、もういい、言われたね、いいいい、大丈夫、大丈夫、すごい、これ焦げてないよな、焦げてるように見える、どうどうどう、みんなに見せてきて、ほら、じゃーん、いい感じ、めっちゃなんか来てる、多分それ、あ、めっちゃ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 、多分それ中に火が通ってないんじゃないって来てるけど、大丈夫、凍ってるよ、凍ってないかな、凍ってるよな、凍ってないと思う人、おいしそう、よし、凍ってないと思う人、これどっちがどっちか忘れた、焦げたかも、割って、割ってみたな、え、めっちゃ焦げの匂いする一緒にやってみて、じゃあ早く出さない、じゃあこれ、あ、でも、いや、大丈夫、わからん、うん、え、これチョコレート入ってる、あ、そうか、ココア、ココアやん、兄ちゃんじゃん、ちょっと早めに出して、これ強いんだし、もういいじゃん、え、これいい、柔らかい、まだでも中はカリッとしてる、もういっかなんか曲がってない、はい、ラスボス行くぞ、 ラスボス、ラスボスチュロス行くぜ、ジュジュジュー、あ、入りきらへん、入りきらへん、こんにちは、してる、
もういい、うん、ほんまにもうちょいやる、暑いな、もういいか。でも4分ぐらいって言ったで、4分もやってない気がするね。もうなんか木炭みたいになってる、うん、もうじゃあいいこれ、あ、いい、あ、これが一番美味しそう今あるかい。で、あ、生クリームつくつく、じゃあ生クリーム2ミリリットル、100ミリリットル、さあ皆さん見てくれてますか。 4.5 分時間かけて揚げるみたいよ。そうなんですけど、なんかねめっちゃ焦げ臭くなるんですよね。ナイス。なえもう一個は、もう一個つけなかった。そうで、もう一個つけなかった。そうで、マリアいるよ。油の量に気をつけて。はい、はい、100ミリリットル、100ミリリットル測って。あ、じゃあ測るちゃうか。え、測る100ミリリットル測らない。どうやって開けるの？分からん。いつも硬い。100ミリリットル。うん、なんか下がそう。なんかさ、最近弟の TikTok で流行ってるさ、電池でティーンみたいなのあるよ。なん、どんな音楽やったっけ、なんだっけ、どんな服をこうやって、そうそう、どんな音楽やったっけ、忘れた。おお、ボス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 級、ほらよし、出来上がりで、あ、やってよこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。100ミリリットルに豆乳と5グラムを加え、この時で泡立てていきます。トート君できへんかと思った。牛乳と100グラム、なんて、クリームを泡立て5グラムを加え、それ大丈夫かしら。これめっちゃコメントいっぱいしてる。チュロスが出来上がったら、生クリーム 100ml にグラニュー糖 5g を加え、生クリーム 100ml に牛乳、え、じゃ、生クリーム 100ml に、はい、はい、生クリーム 100ml にリットルに、チュロスが出来上がったら、生クリーム 100ml にグラニュー、グラニュー糖5グラム。5グラムやって。5グラムってどう？めっちゃ一瞬。もうスプーンちょいぐらい。挟むか？
測る？測らへん。5g やろ。どう？これぐらい？もうちょい。割るから。5g に。はい。ブルーってやって。あ、ブルーって。うん。で、私が砂糖をまぶします。ハイパワーに。うん。さあ、チュロスたち出来上がりをちょっと見ていきます。はい。見て。じゃーん、チュロス出来上がり。いい感じ。火止めてますよ、しっかり。で、これに砂糖をまぶしますよ。泡立てます。5分程度まで泡立てます。5分経って砂糖を振っていきます。携帯で砕く。はい。
はい、混ぜて混ぜ混ぜ混ぜて、これもこれで混ぜろ、うん、もっと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 泡泡泡、さあ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 出来上がりに近づいてきましたよ。こっちで混ぜるよ。いいよ。盛り付けどうしよう。盛り付けどうする？かわいいよさ。の粉と生クリームを混ぜた感じにしてます。え、めっちゃいい感じ、うん、美味しそう。どう盛り付けるのか。おお。いい感じじゃない。しないとな。一緒にしような。油ってどうやって洗うの？さあできました。一緒に早く一緒に来て。一緒に持って。じゃん。顔見えてへんよ。顔見えてへんって。じゃん。ココアクッキーチュロスの出来上がり。わあ。油を流しに流すのよって。流したらあかんねや。じゃあちょっと食べてみますか。なちょっと写真だけ撮りた。あ、でも携帯使ってるからこっちの音楽携帯で。来てる。8888888。はははははは。これ可愛く撮れば。あ、いい感じ。ちょっと後ろ。もう見た目がね。いい。はい。はい。
じゃあ食べましょうよ。はい、食べましょう。じゃあ男なんでボスいきますか。ボス、私はちっちゃいのいきますから。つけて、これつけよう。では、はい、はい、いただきます。うん、うん、おいの、うまい、あ、うまい、おいしい、うまい、うん、うんな、うまい。このクリームおいしいな。めっちゃつけるね。お父さんが来ましたよ。はい、何してんの。どう、おいしいよな。おいしいおいしいおいしい、おいしい。もうワクワク、おいしい。ママ、手に来てる。もう、声いかつい、声いかつい。ママ来ました。クリーム、ああ、クリーム一口で食べる。はい、ママのおいしい。何なんその振り越してる声。おいしいやって。まあ、塾の電話の時と同じ声あるある。電話で、はい、もしもしって変わるやつね。粉がいっぱい。おいしい。マジで美味しい。No。 うん、美味しい美味しい。怖い。美味しい美味しい。これこんな甘なくて美味しい。もうない、無理。ない、ない。もう無理。はい、ごちそうさま。ASMR。 あ、そう、うん、ちょっとだけ。あ、ミルキー見てるって。ミルキー、弟です。あんなにぽよぽよの弟がこんなんなりました。美味しいね。弟いるけどこんな仲良くないやって。でも弟可愛くないですか。ほら、マリアちゃんも見てんで。ん？うん、その、うん。あ、ミルキー、二人とも可愛いやって。ありがとうございます。可愛い、可愛いでしょ。はい。え、一本食べてるやん。美味しいでしょ。二人で作りました。また太るな。じゃあ皆さんにもあんしましょうね。はい、皆さん、ミルと弟が作ったココアクッキーチュロスあげる。何笑ってんねん。おい、何笑ってんねん。アイドルやね、こっちも。やってみんや。やってみんや。いや、 やってみんよ。
なんなん、いつもやってるやん鏡前で。やってみよ。何やってみよ。恥ずかしい。そんな笑うんやったらねえ。かわいいっす。ねえ、何かわいいっす。めっちゃかわいいっす。もっと言って。かわいい。そうお姉ちゃんの方が弟に上強いからねじゃあもう一パターン。はい、あーまあんげないどう。23になるお姉ちゃんです。かわいい。だな。おいしい。洗い物しないとあかんで。おいしく出来上がった。マリアちゃん、マリアちゃんもはいどうぞ。ミルキーもはいどうぞ髪の毛もういいでしょ。書いてた。おいしい。おいしいな。はい、こっち向いて。背中向けて。はい、食べて。あーしたい。さしてあげる。はい、あー、はい、かわいいはい、あーしました。弟がかわいい。マリアちゃん、弟がアーンを喜んでました。喜んで。無事作れてよかったはい、クリームだけ食べるデブの始まり、デブの始まり、デブの始まりめっちゃ取るやん。全部取るやん。びっくり。あー全部取る。あーびっくり。あ、全部取ってる。はい、なくなりました。はい、完食。うん、美味しかったな。めっちゃコーヒーのみたいな。さあ、油、クリーム、砂糖、ゴミ、いっぱい洗い物がありますよ。ちょっと私もコーヒー飲む。なんてコメント来てる？甘っ。ハチハチ。食べるの、食べるの一瞬。ね、白巻きはね、みんな食べるの早いんですよ。来たら一瞬で。だコースとかな、頼んだらな。まだ？もうまだですか？あ、ま、料理まだですかってなるんですよね。ね。可愛すぎてる。弟くん一方的に昔から。ミルキーからかわいそう。あり、弟くん一方的に昔から見てたから大きくなっててすごいやって洗い物は任せてとか言ってくれたらな。かわいい弟くんが洗い物は俺に任せてって言ってくれたらな。洗い物は任せて。ほんまに？ほんまに？いや嘘え、ほんまに？言うだけ。なやそれ。見て、腕いい感じでしょ。それ見せつけてんの？見せつけちゃってますよ、腕。洗うか。じゃあちょっと、このコーヒー一杯飲んだら洗い物参加させていただくのでよろしくお願いします。甘いお菓子の後のこのブラックコーヒーの一杯って美味しい。美味しい。運動部入ってるの？いや、入ってないです。ジムに行ってます。なんでも今は行けへんもんな。太っ
絶賛太り中やけど、頑張って太らないように家でできることをしてます。まあ鏡の前で好きな音楽かけて踊ったりしてるよね。こうやって私さ、一回やりたいのがあってさ、あのボンジョビさん It's my life、違うかな It's my life ってあるやん、何でしたっけこの歌、皆さんあれじゃないですか、なんかジュ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 で It's my life って、筋肉のやつ、筋肉、そう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 、使ってるやつ、そう、それどっちが登場、登場だから It's my life って言ったらデンって登場の仕方を誰がどっちが面白くできるかってやりたいな。え、洗いもやってよ、洗いもん顔近くって大変。弟くん高2よ。中山きんにくんの洗い物の邪魔してる？してないですよ、無茶ぶりすぎる。弟くんボイパーやって、はい、やって、せーの、追い抜きを、追い抜きを押すな、パッ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 パ、つくつくターン、手伝いなさい、またインスタライブしてほしい。了解です。笑顔になりましたか皆さん、楽しかったですか。皆さんがね、楽しんでお家で過ごせて、笑顔で毎日楽しく過ごせればね、いいですね。今という、今というね、大切な時間を楽しく一緒に過ごしましょう。兄弟っていいね、やってめっちゃ癒されたやって、イエーイ、無理めっちゃ笑ったやって、よかった、最高やな。こうやってさ、見てくださってる方はさ、笑顔になってもらえて、私たちも美味しいもん食べれて、仲良くなって、さらにいっぱい、もうプラスがいっぱいやな、イエーイ洗い物をちょっと手伝ってほしいです。はい、ちょっと待ってください、全然洗わんやん、やってあ、美味しかった。さあ、じゃあちょっとこのゴミたちをね、ゴミつけて洗って、あ、油がすごい、ちょっと待って、油がすごい、油やば、これな、奥の水だ、油やば、通り抜けるよ、私、まだやってた、邪魔する姉、弟くんへ、また見るのインスタライブや印象スノール何て言う、車ショールームに出てね、やって、弟くん偉い、私も掃除してるよ、ちょっと、やらちくる、いいね、お菓子作り楽しいね今から英語の言葉使ったらあかんで、カタカナ言葉イエーイもあかんで、あのデコピンナ、デコピンナ、わかった、わかった、こういうのやったっけ、
の白くてモコモコしたやつ。見るの片付け全然しひんや。本当それです。これ何？ボール。あー、はい、アウトイエーイ。デコピ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 前の投げて。そうです、平がイエーイ。アウトアウトアウト。せーの、痛かった？全然。これ砂糖とかどうしよう。姉片付けて。片付けてますって。言おうとしてます。カタカナ言葉を私に言わせようとしてる人がいます。あれ、何で動いてる。入った。はい、ん、何今砂糖を詰め替えております。最近ハマってる歌とかないの？ハマってる歌、うん、最近ハマってる歌、うん、何だっけ、何あれ、泣いてたやつ。あー、 C&K。 泣き叫んでもなっちゃうの、うん。あ、でも弟とこの歌歌いに行ったら、お店にね、歌歌いに行った時はあれ歌うよな。ここはちょっとカタカナ言ってよ。お願いますめっちゃ痩せたい、お願いますめっちゃ痩せたい、お願いますめっちゃからう言ってよ。うはちゃうの、あの切れてるよ切れてるよってそこ言ってよ。うん、切れてるよ、はあ、切れてるよ。何だっけ、気に入ってにお願いだ。はい、ねね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 ねイエスマスター。あ、ちゃう、いいね、はい、はい、サイドチェスト。知ってますか、皆さん、皆さん知ってますか、砂糖とグラニュー糖混ぜてる。え、うん、砂糖とグラニュー糖違うの。え、違う、え、違う、え、そうなの、入れてないよな、入れたで。全然ちゃうよ。え、そうなの、え、え、ちゃうくない、同じなの、違うかな、癖のないスッキリとした甘さでサラサラで違う、分からん、同じなの。え、砂糖とグラニュー糖って違うんですか。違うよ、え、はい、そうなん。砂糖の英語がグラニュー糖やと思ってた。いや、それはグラ、それやったら、あ、キビか、砂糖キビ、違うか、砂糖は、砂糖は英語でシュガーやか。あー、塩は何かわかるか、ソルト、わかってたし。え、でも入れちゃったもん、入れちゃったよ、みんな言うの遅いよ。で、醤油は英語で、醤油って英語あるの、あるん、え、なんやろ、え、醤油って何でできてるっけ。そう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 、それが大事やんな、醤油はなんか言いそう、誰かが味、味、味、
醤油って何ですか。あ、メタン。メタン。コメント書いてある。あ、ソース、ソース。ソース。ソースはって。ソース、ソース。何のソース、何のソース。え、何のソース。何のソース。ソースじゃない。コメント見たらあかんで。え、醤油やんな。何でできてるか教えて。豆。イソフラボンソース。え、何？え？豆や。イソフラ。豆ソース。豆ってなんていう英語で。イソフラ。じゃそれはもうあれ、イソフラボンっていう。納豆。何ラテっていう？ソイラテ。そう。ってことは豆のからできたソースで。ソイソース。ええー、ほんまに言ってる？うん、知らんかった。初めて聞いた。え、豆って？イソフラボン知ってるのに。弟姉にお勉強。そうなんすよ。コメントで洗っとく。どっち？これ洗った？洗った。ちゃんとあれやで、キュッ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 ってなるぐらいまで洗わなかった、うん、言ってるよ。なんて言ってるよ。言ってるよ、うん、何を言ってるの。キュッ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 。ああ、そういうことね。じゃあ私はミキサーを片付けていますので、決して掃除してないわけじゃないんで、よろしく。手伝わないのに厳しい。え？手伝わないのに厳しい。これも洗った？洗った。じゃあ洗ったんやったらここ置かないと。あ、すまん。なんかこうやってさ、こうやってみんなとさコメントで話したりしたらさ、勉強になるよな、頭の。だって今日学んだこといっぱいあるで。豆がさ、何だっけ、ソイ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 、忘れてる、ソイやったりさ、ほら分からんかったよ、弟だって。砂糖はグラニュー糖じゃないんで、英語です。いや、シュガーや、シュガー。知って。塩はソルト。ソルトとソイさ、一緒やん、かぶるわ。お、将来の旦那さん苦労するだろうな。弟くん、次のプー出てやって。何？プープープー、プーさん、次のプー出てやって書いてた。何プーって、わかんない。プーって何？プー、プーさん。ね、英語ってね、プーって何？プーって。じゃあ、あ、プー、プーじゃん。韓国語で愛してるはなんて言うでしょ。サラヘ。ピンポーン。じゃあお肉は韓国語で。オンリーノー。コギコギコギ、合ってますよね皆さん。え、お肉英語でなんて言うの？ミート。あ、ミートか。なんかさ、その答え聞いたらわかるよな。でも分かってるって言うわ。あ、聞いたことあるなってこと。あ、そうそう。答え聞いたら、あ、知ってるってなる、うん。プルコギってこと？コギって。あ、そう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 。頭の回転能力が速い。めっちゃ弟のことガン見するやんて。あ、そうかも。めっちゃ目見て話するな、私。目見て話さんけどな。目見て話した方がいいねんて。そう、何に対して、どういう時に。え、だから話してる時。
洗われへんやん。あ、今はな。でもさ、ちょっとなんか目そらして話すくない？弟は洗い物してる。羨ましい。弟か頭痛いのって、あ、頭いいのって。痛い。そんなでも英語得意よな。弱か。今日はすっぴんじゃないんですよ。頑張ってね、メイク、頑張ってっていうかメイクしましたよ、頑張って。シャイなんだな。シャイなん。あ、全然全然全然、見てほら、泡が。洗剤人食べたら即死やで。そうなの。うん、そうなの。そうなの。この洗剤、うん、人食べたら、うん、即死やで。死ぬ。うん、だからちゃんとちゃんと洗わないとかって。ほんまに。ほんまや。え、書いてない。洗剤食べたら死ぬんですか。人に厳しい、あ、ね。死なへんよって書いて。死にます。死なん。そんなの飲んだりしたらあれかもしれんけど、あの泡ぐらいだった。ダメダメ、体に悪い。お腹痛くなる。洗わないと。こっち来たらいい。できた？めっちゃカップルみたいやって。カップルです。嘘です。ね、これ知らん？え、これ知ってますよね、皆さん。え、これやで、これ。その可能性もある。え、わからん。え、絶対知ってますよね、皆さん。コメント見てますよね。え、ほら、シュウペイさん。お、最後の一個。めっちゃ綺麗。何個やった。ん、 何個やった。洗い物。洗い物は何もしてない。やばい、泡残ってる。ほらな。ミルちゃん邪魔だよ。ひどい。ひどい。あ、時を戻そうって分からん。知ってるやろ。ディオ。ディオ。北斗の拳のこと言ってる。ディオじゃないわ。時を、え、なんて言った。時を戻そう。時を戻そう。なんかね、韓国の TikTok かな、韓国で流行ってるなんかその音楽があって、それで踊るダンスするのが今流行ってるらしくて、それを一緒にしようって言ったのに無理って言われました。なんかね、デデデレデデデデデデレデデ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 デレレレレってってで、なんかこんなあんねん、流行ってんねんって。でもやらんって。まあでも料理してくれたから私はハッピーです。ね、ずっとマリアちゃんが見てくれてんねん。めっちゃ可愛い。弟めっちゃスタイルいい、いい子好きやろ。足長くて、めっちゃ足長くてスタイルめっちゃ良くて、メイクしてる時も可愛いし、すっぴんも超絶可愛いマリアちゃんって子がいいね。あ、昨日さ、あの昨日撮った歌番組に出てんねんけど、後で見せるわ。めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛い。もうめっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛いから。見て。
後で全部全力紹介する。マリアちゃん、マリアちゃんずっと見てくれてる、大好き大好き。なんかま、掃除も終わったということで、はあ、疲れたな、はあ、やっぱ作るのもいいけどこうやってね洗い物するのってしんどいなで、ちょっとお話タイムで、今は47分やから18時までするか。油入れてた鍋は、これはまた後で使う。あ、使う、うん、あ、もう一個作ろう。え、作らない、うん、18時まで喋りましょう、みんなで。まあ、これはね、まあこういうさ、ブレイクタイム、ブレイクタイムじゃない、こういうさ、フリータイム、フリータイムでいいか、フリータイムです。ブレイクタイムでいいんじゃん。ブレイクタイム。なんか顔が変や。じゃあ弟くんのタイプ教えてください。女の子のタイプ教えてください。私は気になる気にならへん。気になんねん。いいねん、私が気になるから。何タイプは、女どんなタイプ、どんな子が好きなの教えて。面白い、よく笑う。ああ、大事よね。面白い女の子がいいの。面白いっていうか、あの元気、ちょっと、あのなんていう、暗めより元気、うん、で、よう笑う、よく笑って、よく笑って、優しい。私やん全部違う。私やん全部逆。私やんじゃあ、はい、お姉ちゃんのタイプはって聞いてみて。タイプは何ですか。前髪が目にかかってて、顔がシュッてしてて、眉毛ちょっと太くて、ガタイ良くて、マスクが似合う男の子かな。誰やろ誰やろ、両思い、言うと思ったよって気づかれてた、うん、弟やんあ、最近ハマってるやつ何やったっけ、あのハリセンボンさんのあのコーヒーメーカーの上によく入ってますよね。この上にいっぱい茶色の、コーヒー豆じゃないわあの、あ、最近あのね、なんか窓ガラス掃除してますよね。いや、誰だよちょっと待って、これはちょっと待って、この分かる人いないかな、なんやそりゃって。もう一回したらいいじゃん。例えが分からへん、私の。なんて言えばいい。いや、なんか、合ってる、合ってる。ちょっとハリセンボン、もう一回して、もう一回。なんやろ、そこの冷蔵庫の中の10個入りのパックの中に入ってますよね。あ、あれにしよう、例えを、うん、私猿に似てるというか猿にして、あ、OK、聞こえてるけど、はい、行こう。じゃあ動物園によくおって、なんかちょっと体毛がいっぱいある。誰が猿や猿じゃねえよ。もう一回してこれもう一回して、もう一回、もう一回、よく木登ってウキウキ言ってますよね。猿じゃねえよ。ああ、あの、あそこの警備員さんですよね、似てますよね。誰だあの、それが正解なんでなんかね、あのハリセンボンさんが見る何してるのって書いてある、あのハリセンボンさんがしゃぶくりセブンやったっけ、
そう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 、ちょびくりセブンっていう番組でやってたネタやねんな。なんか何々あの大統領に何々どうぞかわいそうなんか似てますよね。なんか春菜愛さんが何々じゃねえよって言ってからの、そういう弟君の推しはなんか誰だよっていうツッコミができる、誰々に似てます、誰々ですかみたいな、いや誰だよみたいなツッコミのネタやんなそれをやろうと思ったけどちょっと違かったな。インスタでなるが弟くんありがとうって言ってるよやって。ありがとうございます。なるが見てるよ、言っちゃいな何を言って春菜愛さんじゃない、間違えた、誰やったっけ、間違えたやん、うん、間違えやん、え春菜さんや、春菜さん、ハリセンボン、そう、間違えた、ごめんなさい、春菜愛さん、ごめんなさい、間違えました。推しは誰って、誰、なるさんです。おい、コメント見てるの、見てますよ、なる推しなんですか、やって、白まみれ、あなたの妹ですか、それとも妹ですか、え妹ですか、弟です、見るの笑い方おもろいやって、私どんな笑い方してるか分からへんの、あーみたいな。最近ね、あの家族みんなでカードゲームするのにハマってて、なんか何やったっけ、なんじゃもんじゃって、あ、そうそう、なんじゃもんじゃゲームとか、あと何やったっけ、はーっていう人やったっけ、何やったっけ、はーって、はーっていうゲーム、はーっていうゲームとか、最近とか、この間友達と会って面白かったのが、犯人は誰だ、犯人は誰っていうゲームだったんですけど、ちょっと今取り寄せてます。え、みるちゃん冷蔵庫開いてるって、開いてないの、弟くん髪かき上げるのかっこいい、ありがとうございます、いやいやそんなことないですよ、ありがとうございます。ご飯派ですかパン派ですか、一斉のんって答えよ、一斉のでご飯、あ、じゃあ一致するゲームしようや、うん、あ、でもそれはむずいな、あと質問を送ってもらって、一致するゲームします、じゃあ質問送ってください皆さん、あと6分、配信6分、9分に終わろう、9分に、うん、あ、でももう1時間になるかな、うん、だってさっき、うん、あれギリギリにさ、書いたやつ、うん、赤い食べ物といえば、オッケー、せーの、リンゴ、おおサッカーと野球どっち派、これも太陽に合わせに、あと、あのね、はい、せーの、野球、え、合わせに行くって言ったよ、え、そっか、最近ずっと、最近やん、それ次は山と海、これは、一斉ので、海、洋食派、和食派、わー、むずいね、これは、これはきつい、ちょっと待って、はい、いきます、せーの、和食、和食、うわーい、え、和食って言ったの、洋食って、おい、甘い食べ物と辛い食べ物、いきますよ、せーの、辛い食べ物、イエーイスキーかスノボ、せーの、スノボ、イエーイインドア派、アウトドア派、一斉ので、アウトドア派、え、え、外行きたい派、うん、アウトドアや、アウトドア、イエーイ
サーモンかマグロか。せーのでサーモン。マグロ。おーい。サーモン。違うやろ。白まか見るかってどういうこと？うどん派かそば派。せーのでうどん。イエーイ。楽しそう。ポテトかナゲットか。うわ究極じゃない？一斉のでポテト。おい合わせに行ったのに。私ポテトが好きやのに。いや合わせに年上派年下派。あこれはもう一斉ので年下。え年下の、まあ、そっか男の人やもんな。私ど分からへん。それはどっちやろうね。どっちもえへなんか夢よ。お好み焼きかたこ焼きか。一斉のでたこ焼き。イエーイ。じゃあお父さんも一回だけ参加します。何があるかな。これ犬か猫。せーの犬。そりゃそうやな。犬。夏か冬。うわーちょっと待って、いやこれはもう決まってる。これは究極すぎる。まあ OK。 せーの夏。遅いね。トロかウニか。せーのでトロ。おい一回だけちゃうさんか。パパイケボやんて。何イケボ。夏。父親か父親派か母親派。一斉のーで母親。なんで。嘘。どっちも好きです。プリンかヨーグルト。あー一斉のーでプリン。ヨーグルト。どっち。ヨーグルト。プリンって言ってたやろ。ちゃんとして。白か黒か。せーの黒。え白前のに。いや関係あんまないけど。ブドウかマスカットか。せーのでブドウ。マスカットかの。遅いねんって言うの。あじゃあ9分なんで終わりです。チン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 。皆さんありがとうございました。クッキングでした。楽しかったな。どうでした？チュロスは美味しかったですか？めちゃくちゃ美味しかったです。お姉ちゃんとのクッキングはどうでしたか？お姉ちゃんに関して感想をどうぞ。楽しかったです。もっと濃く。やっぱさこうやってさ皆さん見てくださってるからもっと濃くさと、まあ、楽しかっただけじゃなくて最初からいろいろ教えてもらって、まあちょっとサボってた時もあったけど、まあ、最後は全部洗い物やったんで、まあ楽しかったです。なんや楽しかった。楽しかっただけじゃん。可愛かったです。やっぱこうやってさ仲良くクッキングしてさ。お姉ちゃん大好きって言って抱きついてくれたら嬉しいな。はい行ってみよう。はい、まあ、楽しかった、うん、顔見えてないよ。楽しかった。こういう経験できてライブでいろんな人に見てもらってありがとうございます。最後に、はい、かわいいです。お姉ちゃん大好き。姉ちゃん大好きです。キューしてキューして。おい何やねん。ありがとうございました。バイバーイ。パワハラ。バイバーイ。